はいどうパラプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回はトス大逆転ドラマ遅れてきたヒーローたち横山&富樫が大仕事ということで、いやーね、大雨の中本当にこの試合できるかっちゅう感じの試合前でございました。こうツイッターとかのね動画見てるともうスタジアムね試合開始前からピッチ上雨で水が浮かんでおりました。それぐらいちょっとですけどもね、本当にゲームできるのかとか、まあまずはサポーターの方々ですけどもね、まあトスもスレッズのサポーターの方々もまず無事でですけどもね、スタジアムに来れてよかったんじゃないかっていう感じがしておりますし、まあもしかしたらこう無事じゃなくてね、なかなか電車動かずみたいな方もいらっしゃったかもしれませんけれども、まずはですけれどもね、本当ね試合後もですけれども安全に帰宅をというところにはなってきますけども、ということでまあ本当試合自体はですけれどもね、なかなか面白いものを見せてくれたんじゃないかということでございまして、さあこの試合の振り返りの方やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますということで、こちら試合結果は2対1サガン鳥栖大逆転ということでございます。まあ最後までやっぱり、ゲームは分からんなという感じがしました。特に鳥栖のサポーターからしたらですけどもね、この大雨天候が悪い中ね来てよかったなという、ゲームでしょうし、まあスレッズのサポーターからしたらですけどもね、まあ、がっくりくるような、ゲーム結果じゃないかというのは感じます。でまあ左に出しているのがこの試合の、両チームスターティングメンバーにはなってきますが、もう鳥栖は大体メンバー固まりつつ最近ありますね。まあ、前回浦和戦は敗れていますけれども、しかしまあ最近のゲームは本当ねゲーム内容自体はいいゲームがついていましたんで、あまりこうメンバーいじることもないのかな、必要もないのかなという感じがしておりました。まあ、この試合で言うと右が福田選手から原田選手に変わったぐらいでしょうかね。でセレッソの先発メンバーはこんな感じ。まあ、この試合に関してはセレッソは右サイドバックにマイクマ選手が帰ってきましたね。で前節は右をやっていた進藤選手がセンターバックでというところでございます。で本当ね試合開始も危ぶまれたゲームじゃ、なかろうか。まあ、ちょっと雷が鳴っていたっていうのはありますけども、ちょっとねもしかしたらこれは直前のね中止の判断みたいな、こともあるかなと思っておりますけれども、なんとか無事に開催というところ。まあ、先制点はやっぱね夏男ですね。レオセアラ選手のヘディングというところ、いや本当うまかったですね。あのショートコーナーのところもそうですけども、あそこしっかりレオセアラ選手が合わせて、先制というところ、まあ、レオセアラ本当高さはないんですけどもね、高さはないんですけども、ああいうクロスに飛び込んでいくとかポジション取りとか含めてですけどもね、やっぱうまいなっていう感じがしておりますし、まあ、これからですけどもね、いや夏が近づいてきたというところで、本当気温の上昇とともにですけどもね、点取りまくレオセアラ選手の一発で先制というところでございましたね。しかしまあピッチ上本当ね水が浮いてたんで、あれは選手は相当やりづらかったんじゃ、ないかと思います。まあ正直ね鳥栖のスタジアムは水はけがいいという話なんでね、それでもやっぱあんだけね水が浮いていたんで、なかなか思うようなプレーはね両者、できなかったんじゃないかというところには、なってきます。でまあセレッソはでも特に前半ねクルークスマイクマの右サイドも良かったですもんね。どんどん入れ替わり立ち替わりね、どんどん中を取っていくみたいな、立ち位置ちょっと内側と外側を分けながらですけどもね、やっていく。まあ中にマイクマがポジション取ってねクルークスが、大外を取るシーンもありました。その逆もありましたけどもね。ということでこのマイクマクルークスの関係性は非常に良かったですね。で左サイドに入ってばカピシャーバ非常にいいですね。札幌戦前後ぐらいからですかね、このセレッソカピシャーバ選手は調子を上げておりますね。でね左利きの左サイド選手なんで、こうどちらかというとカットインからのシュートというよりもクロスのところを期待されているんじゃないかと思いますけども、一発惜しいシュートもね、ありましたんで、この選手の意外性とかね運ぶ力っていうのは今後のセレッソ坂における重要なキーパーソンになりそうな感じもしますけどもね。で後半に関してはしかしトスがねうまいこと修正見せましたね。まあ、ちょっとビルドアップの形とかね枚数とか変えながらですかね、まあ、ちょっとやってました。でパクエルギ選手がやっぱりねいいところでボール持ってましたしね、やっぱファンソコ選手もボール運べるんで、前半よりも後半の方がね選手の特徴が出たビルドアップの形だったんじゃないかっていうのはちょっと感じましたけどもね。でしかしまあやっぱりねビルドアップのところでトスは優位性を作りながら前進することは、できていましたが、なかなかシュートまではいけませんでしたね。まあ
レッソもそれは同じで、まあ、前半よりもやっぱトスが盛り返した分セレッソもなかなか中盤で、詰まってしまってとか、まあ、前回までのゲームと同じですよね。なかなか2次攻撃3次攻撃に行くことができず、ね、手詰まり感があったセレッソにはなってきます。で堀米のなんじゃそりゃシュートですね。えそっからそんなシュート打つのみたいな結果、まあ、リフレクションしているんでね、あれなんですけども、あそこでしっかりシュートで終わるじゃないけどもコース、狙っていくみたいな、あれは本当ね、確かにさっき言った通り、まあ、リフレクションはしているんですけどもね、しかしまあ何か起きるんじゃないか。やっぱ堀米中選手は独特ですよね。こう得意な選手、まあ、トップ下でねスピードもありますし、こう発想力もある選手でセットプレーも上手いんでね、この選手、まあ、ちょっと次節出場停止っていうのがちょっと痛いんですけどもね、本当調子が上がってきてるだけにですけどもね、堀米選手の出場停止というのは次の試合痛い感じがしますけども、しかしまあ貴重な同点ゴールね、これ決めてね次の試合まあお休みというところなんで、まあ、最低限ね仕事はしてくれたかなという感じはしておりますし、まあ、この1点はトスに相当大きな勇気を与えましたね。そこからトスもどんどんボール回るようになりましたし、ただやっぱりね得点後もなかなかシュートまで行くシーンは少なかったかな。まあ、こうシュート全くね打っていないわけではないんですけども、なかなかこうすっきりした最後のところ、まあやっぱピッチ上の影響もあったと思うんですけどもね、中後半、まあ、川原選手は特に後半良かったですけどもね、本当後ろからしっかりね組み立てて、ビルドアップの出口に立つこともありましたし、そこからねいい配球もすることできておりましたんで、この川原選手の存在感は特に後半戦は光っていた、そんな感じじゃなかろうか。で決勝点のところにはなってきますけどもね、まあ、決勝点のところはやっぱりねその前しっかりしのぐことが、できたというのもでかいでしょう。パクウルギ選手のあのトランジションの速さですよね。キャッチしてすぐにまあボールを送り出す、まあ、投げてですけどもね、そこからね送り出していく。で横山選手がやっぱ走れてましたね。で横山選手もね本当ボール運べてましたね。本当怪我明けでね、この横山選手も本当はねアンダー世代の、ワールドカップに出れるぐらいの力はあるんで、本当に悔しかった。このワールドカップを目指してやっていた選手なだけにね、その間に怪我をしてしまった、本当に悔しい思いを、した選手じゃなかろうかっていうのはこの横山選手にはね、なってきますけども、その横山選手が運んでね一旦外に膨らんで時間作って、そこからまた中にグッと絞って、最後クロスまで持っていくみたいな。でそこにねこちらもね遅れてきたヒーローですね。ほんとストライカー不足って言われていた、トスの救世主富樫選手がしっかり、ほんとストライカーらしいゴールですよね。あそこしっかり、飛び込んでくる勢いを持って飛び込んでくる、ほんとストライカーらしいゴールじゃなかろうかというところ。いやほんとねパクイルギュ選手は前回ね悔しい思いした選手ですもんね。あの伊予選手のロングシュート決められてしまった、パギさんですけれどもね、そのパギさんから始まってで怪我で悔しい思いをした、横山そして富樫というところなんで、この3人のつながりは非常に良かったですね。いやほんとドラマ性がある、さっきも言ったほんとね前節悔しい思いをしたねパギさん、そこから横山運んで富樫、ほんと悔しい思いをしたこの3人が運んでゴール、ほんとつないでねみんなの思いを乗せた、ゴールじゃなかろうかっていうのを思いましたですね。で結果この試合、まあ、2-1 での勝利というところでございます。まあ、トスしっかり切り替えることができたゲームだったんじゃなかろうかっていうのはありますけどもね。で次節がだからヴィッセル神戸戦ですね。アウェーゲームでこの神戸戦が終わったらね中断期間に入ります。まあ、2週間の、中断期間に入って、その後ダービーなんですね。もう九州ダービー、8月6日、去年も確かね8月トスでの、九州ダービーだった感じがしますけども、もうあれから1年かという感じがします。多分この九州ダービーに関して僕は行くと思います。よっぽどこう仕事の都合が、悪くならない限りだとか、ね、僕個人の、問題が特に何もなければこのダービーは、おそらく行くと思いますけども、さあその九州ダービーに、向けてですけども、ね、いい形でね前半戦というかこの中断期間に入りたいですよね。しっかりこれ上位のヴィッセル神戸に勝って、ね、気持ちよくこの福岡との九州ダービーを、迎えることができるかどうか。いや本当ここまでいい形で来ましたもんね。このシーズン右肩上がりで、まあ本当前節の浦和戦は悔しい思いをしたかもしれませんけども、本当右肩上がりにね調子上げているトスには、なってきます。まあ、トスは本当夏場に最近弱かったんでね、その苦手な夏をですけどもひっくり返すぐらいのこのチームの調子の相方なんでね、そこは期待していこうと思いますけどもね。はい、というと今回以上でございますね。いや本当ね大雨の中セレッソ大阪のサポーターの方々本当ありがとうございましたというところでございますし、まあ、トスのサポーターの方々もですけどもね、もう多分この動画が上がる頃には家に帰ってるかと、思われますけれども、しかし今本当ねお足元が悪い中、本当トスのためにというところでございまして、今後もですけどね、まあ、僕もトス市民なんでね、トス市民として今後もですけどもね、サガントスの活躍というのを祈っておりますんで、まあ、本当雨の中大変だと思いますけれどもね、これからも熱い応援お願いしますというと
ところでございまして、以上パルプンテジェルサッカーチャンネルのツッツンでした。よかったらチャンネル登録します。さら喜ぶよ。